アーベルは、デンマーク王、バルデマー2世とヒベレンガリアの子、エイリク4世の弟、クリストファ1世の2位、即位からわずか1年半で戦死した。兄エイリク4世が、アーベルとの1年にわたる、対立の末、アーベルの2人の部下によって殺害されたので、スレース尾行であった。アーベルは1250年11月1日に王位を継承した。 アーベルと24人の貴族たちは、アーベルはエーリック4世の殺害に関与していないという、公式の宣言と呼ばれるを発表したが、エーリック4世は、アーベルの命令によって殺害されたと広く信じられた。世間では、旧約聖書創世記の故事にちなんで、ゴーはアベル、ゴーはカインと囁かれた。しかし、アーベルは1252年6月29日に、フリースラントへ遠征。 戦死した。王妃、メヒティルドとの間に生まれた息子のバルデマーは、身の白金のために、ケルン大司教に捕らえられていたため、最年少の弟が、クリストファ一世として1252年のクリスマスに、即位した。1237年、ホルシュタイン伯アドルフ4世の娘メヒティルドと、結婚した。ありがとうございます。